はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員靴沢良治でございます。リエ様、玉尾様、チャンピー様、チャーリー正信様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。誠にありがとうございました。今日知った事実なんですけれども、10月11日は平日と、皆様今すぐカレンダーのご確認ください。スポーツの日ということで祝日にカレンダーなってるかもしれません。こちらですね、本来でしたらば祝日でよかったんですけど、五輪の都合で7月23日、これ開会式の日ですね。東京五輪開会式を祝日にすっぺっていう大人の事情でですね、無理やり移動したもんで、元のあの10月11日は平日になっております。政府広報室が注意を呼びかけているが、目にしないな。全くどこでも目にしない。テレビねえからかな俺。連休だとか言って会社や学校を休んじゃう人多そうだな。実は私の入院ですね、12日からなんですけど、12日から入院してですね、13日いっぱいですね、術前検査を終えてですね、14日に切ると、そういう予定なんですけど、病院も間違ったかもしれないですね。本当だったら11日月曜日だから、じゃあ月曜から入院ねっていうことかもしれないなーってちょっと勘ぐっておりますけれども。枝野幸男、私が総理になっても靖国には参拝しないきりなんつっちゃってましたけど、靖国が汚れるからお前は来んなよということで炎上してましたけど、立憲のですね、衆院選、全立候補者数は216名。全員当選してもですね、過半数233人には及ばずと。つまり物理的に政権交代する可能性はゼロと。これ全員受かっても、まあそんなこともないんですけれども、そんなことはありえないんですけど、全員216人当選しても、どっかと連立組まないとなれないな、与党にはな。それで政権交代を叫ぶのは詐欺ではと一部で評判になっておりました。さらに枝野幸男、民主党政権は経験不足だった、今はしっかりできますのでご安心ください。詐欺師みたいなことを言い出しましたよ。テレビ番組で発言、ネットの反応です。どこで経験積んだの、反対ばっかで何を学んだの。全く違います。おととい来やがれ。全くバカにつける薬はないね。また息吐くように嘘を、嘘つきに安心してと言われて安心できるか。名前変えて民主党とは全く違う党ですって言ってなかったか。そうだよね、全く違う党ですって言ってんだったら民主党がどんな評判悪がろうとどうでもいいじゃんね。じゃあ9年間で得た経験を報告書にまとめて発表しろ。そんなんだからダメなんだよ。どんなんだからダメなんだってなんとなく分かっちゃうところが詐欺だな。訴えていいレベル。政治家が経験不足を言い訳にしてはならない。これまあね、よく大臣になった政治家ですね、デジタルのことはよく分かりませんがこれから勉強していきますとか言ってんのたまに聞きますけど、それじゃダメだろって毎回私は思っております。本当に大丈夫って思ってたら聞かない。これテレビ番組ですんで、テレビの司会者かなんかが聞いたんでしょうね。お前らが政権を取るなどありえないと。ご安心くださいって216人しか出さないんでしょ、物理的に無理でしょ。安心して任せたいって気が狂って思ってもさ、今はしっかりできますので、その根拠は証拠は審査員の時、枝野はですね、民主党の幹事長で、フルアーマー着て、直ちに影響はないとか言ってて、経験不足だったからって、失敗したって言うんでしたらば、その時政権の中枢にいただろうが、お前も。失敗した張本人じゃねえか。そしてその時と今と何がどう違うのか、それを一言も説明しないで安心してくれっつったってさ、経験不足で失敗したのは、むしろですね、2009年の帝国民ですよ。つまり我々。
2008年9月、リーマンショック勃発、世界は不景気のどん底に、叩き落とされました。各国はですね、庶民の可処分所得をですね、増やすためですね、競うように減税したんですけど、で、上手にですね、庶民の購買意欲を高めてですね、乗り切ったんですけど、帝国は財務省がそれを阻止と、長らく不景気になりました。これでですね、帝国民の少なくない人数が集団発狂を起こしましてね、それプラスですね、1946年から51年生まれの戦後、赤教育の一番きついですね。学生運動一生懸命やってた。火炎瓶投げてました。警官隊にっていうような連中がですね。2009年当時、57歳から67歳で、社会で一番影響力があった時期ですね。まあ、実務もやるわ。社長なんかにもなってる年齢ですね。もちろん、ゴミメディアの中にも大量にいるんですけど、経済低飛行を続けていた旅客機を、麻生パイロットが操縦していたところですね、乗客の中から、鳩山幸夫が現れてですね、操縦固定しろ、やったことねえけど、って言い出したと。集団発狂した、多数の乗客とですね、それを煽るメディアがですね、操縦交代、操縦交代、連呼してですね、何がどういう風にいいんだが、わかんないんですけど、とにかく連呼。操縦を交代したら、何もかもうまくいくと信じ込まされた哀れな帝国民がですね、大合唱しまして、結果2009年9月、鳩山政権、鳩山内閣発足してしまいました。これはですね、帝国民一世一代の大失敗。もう二度と繰り返させてはいけません。野党に政権交代させるぐらいだったら、自民党内で派閥で争わしてた方が、縁だもんね。これですね、岸田さんになりましたけれども、例えば高市総理になるのと河野総理になるのでは天と地ほど違うじゃないですか。アメリカで共和党から民主党に変わるぐらい、民主党から共和党に変わるぐらいのインパクトありますよ。高市さんと河野じゃさ、この大失敗を二度と繰り返さないように細かい分析が必要だと思うんですけれどもね。まあ今、2021年、一番赤い勢力は、69歳から75歳に、12歳ですね、年齢を上げました。定年してですね、社会への影響力は減少しております。連中の最大の武器でですね、テレビのワイドショー、視聴時間は年々減少。それは若い世代で顕著であります。すべての世代で、右肩下がりなんですけど、たった一つだけ70代、一番上のですね、70代横ばいですね。これ新たに70代になった方は、テレビ見始めちゃうのかな、暇で。定年とかが多いんでしょうけれどもね。70代は、1日5時間以上テレビ見てるみたいです。6時間未満、5時間。まあこれも、わかりますよ。田舎に住んでるですね、高齢者、夫妻、なんかは、朝起きるとプチンってテレビつけて寝るまでつけてます。で、さすがにですね、午後はですね、なんか散歩したりもあったり、病院行ったりもあったりしますけど、それ以外の時間はすべてテレビを見ています。そういう姿をですね、何度も、田舎ではそれがデフォルトです。都会でもそうかもしれないですけどね。帝国民5000万人がツイッターを使用しておりますね。で、テレビで変なことを放送すれば、即指摘。即炎上。中には専門家もいらしてですね、専門的なことも嘘つくと丸バレになってしまう。実は2009年はツイッタージャパンが始まったばっかでね、今ほどユーザーいなかったんですよ。私もツイッター始めたのは2010年からであります。11年やって、もうすぐフォロワーが10万かな。地道に増やしてまいりましたけれども、学生運動の残党が高齢化、テレビの影響力低下、SNS の発達、これらによって2009年の大失敗を犯す危険性は大幅に減ってるのは確かであります。まあだからつったって民主党の残党の立憲を許しましょうってことにはなりませんけどね。許さねえ。特にその当時政権の中枢にいた安住とか枝野とか
蓮舫もいたよね、仕分けとかでシャシャリ出てきてね、そいつらは絶対許しませんので、帝国の敵、朝日新聞記事、防衛さんの拡充を目指し、国内で影響力のある、軍事や安保の専門家でない人材を省内で募集したところ、どういう人に向けて発信すればいいかな、省内で聞いたところ、学者、学識者、芸能人、著名 YouTuber などの名前が挙がったと。これあれですね、軍事安保の専門でない学者や学識者、例えばちょっと赤っぽいんですけど、脳科学者とかさ、いるよね、ツイッターで暴れてるね。赤っぽいやつ。岸防衛大臣、インフルエンサーに厳しい安保環境を理解してもらうことは重要である。安保環境が厳しい。もう中国がガンガン尖閣とか、飛行機で、接近してきて、毎日のようにスクランブル発進してし、で、防衛さんは足りねえし、安保さん厳しいと、いうことで、まあ、インフルエンサーに、厳しいんだ、苦しいんだ、自衛隊は、と理解してもらいたい、ということなんですかね。朝日、世論を煽ることにはならないか。プロパガンダでは、お前が言うなってんだよ。お前が言うな、自分でやる分にはいいけど、人がやったらダメだってことだってね。気に入らねえことよ。本当に。ネットの反応何が悪いんだよ。朝日は無視で。機密費を自分ら以外に使われて気に入らないと。メディアに機密費ばらまくなら、チューバーに巻いた方がええ。メディア死んだな、こりゃ。マスコミの切り捨てとは、岸さん最高。マスコミが役立たないから、チューバーに切り替えるってだけ。アメリカとかもやってそうだけど、朝日、頼む、みんな批判してくれ。何が悪いんだって話ですね。プロポガンダ、ね、おめらめらって。ヒカキンを戦闘機に乗せて動画撮れ。これはむっちゃ見たいという意見がありました。朝日新聞悔しそうだが、何が問題なんだって話ね。自分ら以外が世論を煽ったりプロポガンダするのがよっぽど切れるのかかってのはね。マスコミが役立たずからチューバーってことになってんでしょうね。自業自得ですよ、全くの。ところで私のところには話来てません。まだ検討段階で実際にね、動いてはいないのかもしんないな、計画だけでな。まあ私はね、金もらわなくても、隊員の待遇良くしてやりたいんで、防衛費は増やすべきと思っておりますけれども、財源はですね、クソの役にも立たない男女共同参画費用、予算10兆円を削る、全部削る。で、防衛費を、5兆円足して10兆円に。まだ5兆円余りますね。これで消費税減税しましょうか。しましょう。GDP2% の軍事予算ないとですね、オタクは金あるくせに兵隊さんに金かけてねえべ。安保のただ乗りだっていうことで NATO に参加できないんですね、実は。なるべく兵器は自制して輸出も考えましょう。日本といえば、今車ってなってますけど、日本といえば、まあ、医療機械もすごいな。日本といえば、腕時計の中身なんかも、ほぼ河川状態ですね。日本といえば、武器、兵器、っていうようなのを目指して、儲けましょうよ。お金。自衛隊の拳銃はですね、最近ですね、シグザウアー P220、ミネビアミツアっていう日本のメーカー、ミネビアさんって、本業はベアリング作る会社なんですけど、ここがですね、ライセンス生産してるですね、シグザイザウアーってスイスのメーカーでしたっけ？スイスのメーカーがアメリカの現地法人に製造させているのをですね、ミネビアがライセンス生産っていう、わけのわからない、ややこしいことになってたのをですね、ヘッケル&コッホ VP9、全輸入に交代になりました。切り替えました。自制するよりですね、ミネビアに作らすより、まるっと輸入した方が全然安いらしいんですね。一式約7万円。安くなったわ、新型になったわ、軽いわ、相談数も増えたわ。いいことずくめなんですけれども、一式7万円は安いな、確かに。これより高いモデルガンとかエアガン、いっぱいありますもんね。なんか
エアガンとかモデルガンでも、たっけーのは、たっけーですよね。二十何万とかね。驚いちゃうときは。帝国としては、それでいいんですか？まるっと輸入でいいんですか？帝国軍にはですね、帝国開発の帝国製造武器を持たせてやりたいな。輸出も視野に入れてね。まあ、拳銃のですね、戦略的地位は年々低下してですね、軍全体ではどうでもいいっちゃどうでもいいんですけどね。まあ、兵隊はですね、拳銃持つより、小銃の予備弾数を二つ三つ余計に持ってった方がいいっていうような風潮。どうせ拳銃なんか50メーター離れたら当たんねえしみたいな、そういう風潮なんですが、誉れある帝国としてはそれでいいのかということで、私はこだわりたいなと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。